第35回スーパーボールは2001年1月28日にアメリカ合衆国フロリダ州タンパのレーモンド・ジェームス・スタジアムで開催されたアメリカンフットボールの試合2000年シーズンの NFL 優勝をかけて AFC 王者ボルチモア・レイブンズと NFC 王者ニューヨーク・ジャイアンツが対戦したその結果レイブンズがジャイアンツを34から7で破って チーム創設5年目で初のスーパーボール制覇を果たした。MVP はレイブンズのラインバッカーであるレイ・ルイスが受賞した。レイブンズの強力ディフェンスはプレーオフ3試合とスーパーボールの4試合で相手に23得点しか許さなかった。テレビ中継は CBS が担当した。1996年10月31日、ニューオーリンズでのオーナー会議で、 第35回スーパーボールをン波で開催することが決定された。ン波の他にはアトランタ、マイアミ、ロサンゼルスが候補に上っていた。オーナー会議では当初第33回と第34回の2回分のみの開催地を決定する予定であったが各候補地のプレゼンテーションが強力であったため第35回の開催地もこれらの候補地から 選定することとした。その結果、第33回が、マイアミ、第34回が、アトランタ、第35回がタンパに決定した。2000年の NFL シーズンは9月3日に開幕し、12月25日まで、レギュラーシーズンが行われた。プレイオフは2000年12月30日から始まり、AFC では、第4シードのレイブンズが、ワイルドカードプレイオフで、 デンバーブロンコスを21から3、ディビジョナルプレイオフで、第1シードのテネシータイタンズを24から10、AFC チャンピオンシップゲームで、第2シードのオークランドレイダースを破って、スーパーボール進出を決めた。一方 NFC では、第1シードのジャイアンツが順当に、スーパーボールへ駒を進めた。AFC チャンピオンシップゲームは、カリフォルニア州オークランドのネットワークアソシエーツ。 コロシアムで行われ、ボルチモアレイブンズが、オークランドレーダースを16から3で破り、チーム初のカンファレンス優勝とスーパーボール進出を果たした。NFC チャンピオンシップゲームは、ニュージャージー州イーストラザフォードのジャイアンツスタジアムで行われ、ニューヨークジャイアンツが41から0で、ミネソタバイキングスを下し、10年ぶりのスーパーボール進出を決めた。 記者席から見た試合の様子第1球、レイブンズは、ジャーメイン・ルイスの43ヤードのパントリターンで、敵陣22ヤードからの攻撃権を得ると、反則で罰退したものの、ブランドン・ストー・クリエの38ヤードの TD パスで、7から0と先制した。第2球、レイブンズは、マット・ストバーが47ヤードの FG を決め手順から0とリードを広げた。ジャイアンツは、直後の攻撃では、 ディキバーバーの活躍でボールを進めたが、エンドゾーン内でパスをインターセープとされ、10から0で前半は終了した。第3球、ドーエイン・スタークスの49ヤードのインターセプトリターン TD で、レイブンズは17から0とリードを広げた。ジャイアンツは、直後のプレイで、ロンディクソンが97ヤードのキックオフリターン TD を上げたが、その直後のプレイで、 ジャーメイン・ルイスが84ヤードのキックオフリターン TD を決めてジャイアンツに試合のモメンタムを与えなかった。レイブンズは第4球に 1TD、1FG を上げて34から7で勝利した。レイブンズの守備陣はケリー・コリンズから4インターセプトを奪うなど相手オフェンスを無得点に抑えた。ジャイアンツの得点はキックオフリターン TD による7点のみに終わった。 ハーフタイムショーには、エアロスミス、インシンク、メアリー・ジェイ・ブライジ、ブリトニー・スピアーズが出演した。第21回スーパーボールより行われているディズニーランドでの優勝パレードには、前年に殺人罪で起訴されたレイ・ルイスの代わりに、トレント・ディルファーが招待された。2016年2月の第50回スーパーボール開催を目前に控えた時期。 複数のメディアが過去49回のスーパーボール、すべてを名称部順に並べたランキングを発表した。そのうち、ニュースデーのニールベストは、この第29回を49位、つまり、スーパーボール史上最低の盆戦に選んだ。さらに、サンディエゴユニオンイコールトリビューンのエディブラウンは2013年シーズンの第48回についで下から2番目の第48位。 ESPN のジョン・クレイトンと USA Today のネイト・デビスは下から3番目の第47位に位置づけた。他のメディアではスポーツ・イラストレーテッドのドン・バンクスとヒューストン・クロニクルのグレッグ・レイジャンがそれぞれ第46位、ニューヨーク・ポストのスティーブ・サービーが第44位、ニューヨーク・デイリー・ニューズのゲイリー・マイヤーズが第41位、ワシントン・ポストのジェレミー・ゴットリーブが 第39位という順位をつけている。ありがとうございます。